これが東大生だ。え、知ってた、知ってた。これは腰すぎる。一切動かない。Hello there. そうだ、Hello there やらなかった前回。これでしたからね。Hello there 始まりました、もちゃちゃん。さあ、今回はですね、東大生のイーダー、何をやるか何も知らされてないですね。前回の動画でいきなり言われたばっかりですね。本当にね、何も聞かされずにやる。何も聞かされずにっていうのがこのチャンネルで、ね、いきなり牛タン食べる。いきなり牛タンは良かったですね。なんですが、今回はですね、はい、イーダーが灘高の英語に挑戦します。マジっすか？マジっすか？ 3 点ぐらいしか取れないっすよ。英語苦手な人に英語やらせちゃダメっすから。東大生ですから、どれぐらいできるのか。東大受かる人VS灘ですよ。いや、負けますよ。灘のやつらバカ賢かったっすもん。なんかバカ賢いってすごい矛盾語法。さあ、やってみましょう。前にバンカラジオは開成と戦ったんですけど、はい、東大ですから、いろいろ難関高校の問題解いてってんですけど、はい、灘がやっぱ一番むずいな。なんで解かせるんですか。まず正誤問題。明確。文法問題。はい、文法問題。河合塾で切っていた授業。英作文もありますよ。まあやってみよう。スカスカ英作文のね。そうそうそう。あ、そうだ。やったんだった。そうやなんかってTVで見て英作文ね。内容がねえって見ちゃった。ここですね。あ、ここっすか。ね、いや無理だよ。いやこの問題飛ばしてるんすから。 4A これが東大生だ。直しもいるんでしたっけ。あ、そうだ、直さなきゃいけない。あ、直さないといけないんすか。直さないといけない。めちゃくちゃ厳しいじゃないですか。いやいや、できました。直し方が違う。てかもうこれ動画になって解いてるし、すでに。あ、そうなんです。ごめんなさい、そこ見てなかったっす。見てないね。そう、見てなかったっす。30万再生されてますから。え、そんなされてんすか。はい、あのツッコマのやつしか見てないです。さあ、では、はい、行ってもらいましょう。さあ、全然ペンが進まない。全然進まないです。全然進まない。これ何が間違えてんのかも分かんない。正誤問題。間違いなく私に解かせることだけは間違えてるんですけど、それ以外何が間違えてんだこれ。目についた単語をバツにするっていうね。あ、なるほどね。はい、やりましょう。1問目いきますね。最初が Once you find a person you're interested, you need to start a conversation with that person は、さあ、どうしました。in を付け足しました。はい、 interested の後ろに in を付け足す、はい、正解です。あ、正解なんですか。はい、よかった。その通りです。 a person you're interested、 おかしいですね、はい、you're interested in ですね、はい、関係詞の塊がかかるやつです。はい、これは簡単でした。いや、あの全部難しかったんで、はい、10分かかってっから、この。はい、だいたいインタレストが来たらインつけないっていうオチだろどうせっていう考えでやりました。2個目、はい、 at the beginning of each term I have to attend a long school assembly which I don't like。 はい、 S をつけました。なぜ。なんとなくです。 term、 each の後ろは単数形ですね。 eachTerm にしなきゃいけないですね。そうですか。で、どこですか。答えは、はい、at がいりません。 at がいらないですね。 attend、 at じゃなくて attend です。ダメっすね。 attend school assembly、 assembly はわかりますね。集会的な。そうそうそうですね。授業チャンネルで解説してますけど、はい、そう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 。アテンドは、アットがいらないです、ね。出席する場合は、アットはいらないです。これ、トイックでも出ます。あ、早速。はい。問われるポイントですので。っていうか、確か文法書の頭の方に書いてありますよね、これ。自動した動詞ね。そうそうそう。さあ、3番。はい。どうしました？何も分かんなかったんで、はい、あの、目についた単語を消して、自分は always を消しました。なるほど。We always look forward to meet new people when we are invited to a party in our neighborhood ですが、はい。look forward to ing っていう超基礎的な文法事項です。ああ、これは、の楽しみ。これは、え、知ってた、知ってた。これは、あ、そう。look forward to ing。これもトイック出ます。ちょっと中1からやり直してきます。あ、これ、これは、ひどかったな。ちょっと中1からやり直してきます。4番、はい、どれにしましたか。 ing を ed に変えました。あ、surprising を surprise に、はい。正解です。たけし looked surprising ではありませんね。たけし looked surprised とか正解です。そして、5番。どうしましたか。 yes を no に変えました。正解です。これ一番多分難しいんですけど、こっちはできたっていうね。こっちはなんか意味が変わっ
出て、あれって思って、そうそう、Haven't you finished your math homework yet? っていうのに対して、Yes! って答えちゃったら、おかしい。そうそう、終わってるって意味になっちゃうんで、でも日本語にしたら、はい、終わってないですって言えるので、それの引っ掛けなんですけど、さすがネイティブ感覚で英語を身につけてきたイーダー。いや、でも、ここにも間違えてますからね。バリバリにも間違えてますから。バリバリ、はい。あの3番は何にも本当に発想もどこも間違えてないとしか思えなかったんで、これが東大生だ。いや違います、違います、違います。あ、これは直前1ヶ月前でいい判定を取って、メンタルの強さだけで、運だけで何とかした人です。英語できなきゃいけないっていうわけではない。あ、そういう意味ね、例になったかもしれない。いろんな神社に行く友達にお守りをもらうっていうの、その神頼みで40個ぐらい集めるとおかるみたいです。そんなわけない。そのポケモンみたいなシステムじゃない。じゃあ次行きましょう、はい、次の台本です、はい、さあ続いて A と B の空所に同じスペリングの1号を入れようという、はい、共通語補充問題と言われるやつですね、はい、東大には出ない形式です。スペルは全く頭の中にないんでね、分かってもスペルミスをするっていう。やってみましょう。一体どうやって次第受かったんでしょう。マークで切れるなんだ、記述ですからねこれね。一切動かない、一切動かない、手がよっすよっす。何も分からない。さあ、分かんないっす。なんか片方にしか入らないって。片方何浮かんだんですか。じゃあその1問目 B の方にベアを入れて耐えられない的な感じで、ああ、I can't bear this kind of bad treatment. Food bear。 耐えられないは合ってますよ。ベア以外にもありますね、耐えられないっていう表現。 I can't bear it. そうです、それが正解ですね。あ、正解。我慢できない。 I can't stand about treatment。 フードスタンドですもんね。フードスタンド、いや、フードスタンドにたどり着かなかったっす。2個目、はい、まあこれは勉強してないと分かんない。文法とかやってないと、インなんとかの部分ですよね。そう、これがまあだから入試めちゃめちゃ大事ですね。大学入試もめちゃめちゃ大事です。 A の方では形容詞として働き、 B の方では名詞として働く。 P から始まる単語です。インパティキュラーですね。ああ、そうなんです。すみません、その熟語を知らない。パティキュラーアバウトの方が、 be particular about、 それにうるさい。知りませんでした。その聞いたことさえありませんでした。この着るものに対して好みがうるさいっていう感じ。 be particular about で、 in particular は知ってるんじゃないですか。 in particular の方は聞いたことあったんですけど、はい、be particular about をそもそも存じ上げないと。それね、これを中学生が解くわけですからね。まあ習いですからね。さあ、そんな中来ました、はい、3番ですね。これはトイックでもできなきゃいけないやつですね。あ、これ D はまずいんですか。はい、か B の方が簡単ですよ。 B の方、 B、 あ、レストね、なるほど。もうではもう答えにほぼほぼ近づいてる感じですけど、はい、え、あ、そうなんですか。 B のやつもうこの形取れるものってまず2択になるはずなんで。ストップですか。え、なんですか。 Leave ですね。 Leave? Leave the water running。 知らないです。ミューズを流しっぱなしにするっていうんですね。へぇ、うそん。そうそうそう、それでだからドーンだから水出しっぱなしにするな。あー、そっか、それだと A にも入りますね。いや、 A は分かりますか。 A のリーブは名詞のリーブです。 Give me leave と、この名詞のリーブの方がトイックに出ます。リーブには名詞で休暇って意味がありますね。だから Give me leave。 そっちは大丈夫なんですよ。そっちが大丈夫って言え。そっちはいいんですけど。だからお葬式行く、ほんとダメですね。 Leave to go to the funeral ですからね。続いて4番、はい、I have kept the money my parents gave me in the、 これは A が名詞で B が形容詞ですね。 B の方だってもうあんまり入る単語が2つぐらいしかなくないですか。 B にその2つを知らないんでその2つを知らないせいで横の B に何が入るんだ。 B に入るなんだケースだって、Alone late at night ですよ。夜遅く一人でだから、そうです、正解、セーフ。 I don't think it's safe to work in Tokyo alone late at night。 夜遅く一人で歩いたら危ないよ。 A の方って名詞のセーフです。名詞のセーフは知らない、はい、すいません、存じ上げないです。金庫ですね。金庫っすか。はい、金庫っすか。金庫は英語ではセーフって言います。そうなんですね。セーフは考えたんですけど、あの、はい、A に入らないなと思って、そうおかしいなと思って。だからデンジャラスかセーフぐらいしかないんで、もう入る。そうだったんですね。さあ最後、はい、A は、はい、そうですね、大学入試でも出るし、 B が大学入試でも出ますね。 The clock is 10 minutes とか10 minutes early じゃないですね。時間が10分進んでるっていうのは10 minutes F から始まると思います。 Forward Forward、 あ、なるほどね。
ファーストですね。ファースト。ファーストなんで、10分する。健全にみたいなやつで、なんかあったな、タギ語で。それで、そうそう、ファースタースリープっていうのがぐっすりね。ということで、東大に受かった飯田 VS 灘は、灘の圧勝です。圧勝です。多分、自分がひどすぎて、他の人だったらマシな結果になると思うんで、はい、ちょっと他の人にやってもらおうかなって。まあだから灘の問題が解けなくても東大は受かる、はい、あ、わかります。あのちゃんと神社参りをやればいいです。なんで神社ということで、まあこういう形になりましたということで、やはり東大生にとっても灘の問題難しい、はい、どうなんだろう、自分にとって難しいだけなんですよ。いや難しいと思いますよ。難しいけど、いやでも多分今聞いた感じだと、あ、自分がダメなんだっていうだけなんですよ。多分他の人は解けます。はい、なんでじゃあこれからトイックとか英語頑張っていくということで、英語どうにかしないといけないですよ。頑張ってもらうと。あ、じゃあせっかくだからお単語帳差し上げます。はい、これですね、はい、みんな基礎単語帳ですか。え、でも何点目指しますか。乱数を引いてそれが850だったんで、うん、トイック850点目指さないといけない。なるほどね。あ、950点プロジェクトをそうポイズンがやってて、じゃあ850。スマホの乱数にちょっと文句を言いたいんですけどスマホの乱数ちゃんとで、でも5点刻みしたんですよ。750から950までの間で5の倍数になるまで引きました。うーん850点ということで頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、いただきチャンネルも今日は10点中3点でしたそれでも東大は受かる。ありがとうございます。ありがとうございます。今ベーシスの公式 LINE に登録してもらうと、登録してくれた方全員に偏差値30から偏差値60まで上がる勉強法のノウハウ集をプレゼントしてます。で、TOEIC 700、800点ぐらいまでも十分対応しているノウハウ集になってます。で、そこにね、個別のメッセージを送ってもらうと僕が直接アドバイスしていきます。普段の動画ではですね、かなり毒舌かもしれないんですけど、 LINE では優しく丁寧に対応します。で、特に偏差値もう30代とか40代で、英語の成績が俺全然伸びないんだよ、私全然伸びないんだよっていう人とか、TOEIC でもう本当400点500点さえも取れない、でも700点800点取りたいっていう人とか、英検もう全然3級も取れないとか準2級取れないとか、まあ、そういうところでかなり悩んでる人ね、ぜひ相談ください。登録は QR コードもしくは概要欄の ID、 これで検索してもらうと出てきますので、それで登録よろしくお願いします。